はい、おはようございます。今は朝の7時です。ちょっと早いんですけれども、これから船を少し移動させて浄化、陸揚げですね、して、メンテナンスを始めたいと思います。エンジンオイルとかの交換、船体磨き、船底塗料塗るね、この3つの作業をメインにやっていきたいんですけれども、1日半でできるかどうか、あとは天気次第ですね。あんまり天気が良すぎても熱中症とかでしんどいですし、雨が降ったらもちろん作業できないので、運任せ、できることから大急ぎでやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。お疲れ様です。今日は朝7時半から動き始めて、船を上げてオイル交換、船底塗装、船体磨き、ぶっ続けてやってました。疲れました。ちょうど9時間、本当は2日ぐらいかけてやる作業なんですけども、なんとか天気が晴れてる間にと思ってちょっと頑張って今日1日でやりました。あとはちょっと明日の朝もう一回点検して、ちょっと細かい作業をして、もうお昼前には船を下ろしたいと思います。今日はもう疲れました。お疲れ様です。はい、メンテナンスはとりあえず終了して、船もいつもの場所に戻ってきました。1日半怒涛のメンテナンスでしたけれども、あとね、実はこのステアリング、こいつがですねオイル漏れをしてて、もう14年使ってるんでね、もう今回丸々交換しようと思うんで、近々、この船を石垣に持っていかないとダメです。またその時の様子もね、撮影して一緒にアップしようと思います。じゃあとりあえずはメンテナンス終了。お疲れ様でした。